どうも、ダンクローです。今回はナイキエアズームペガサス41グレイシアブルーの紹介レビューをします。ランシューが好きな方、ナイキが好きな方、そしてペガサス41が気になっている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画はエアズームペガサス41のざっくりとした紹介、サイズレビューの2点でお送りします。では早速エアズームペガサス41についてざっと紹介します。エアズームペガサス41はナイキのランシューです。オリジナルモデルは1983年に登場しました。中間価格帯のランニングシューズとしては初めて圧縮エアテクノロジーが採用されました。1996年ビジブルエアを搭載したペガサスはランナーからの反発が続出し、1998年ペガサスは販売ラインから廃止されたようです。2000年、基本に立ち返るを信条にペガサスの設計に徹底的な見直しを加え、軽量性とクッション性を高めたペガサスは再び人気を取り戻したようです。2004年にはペガサスは女性ランナー向けの設計が特に高く支持されていたことから完全な女性専用製品として発売されました。2010年にはズームエアを搭載したペガサスが発売、2018年にはフルレングスズームエアが初めて導入された35作目が発売され、ペガサス史上最大の成功を収めたようです。2023年にはリアクトフォームミッドソール、前足部とかかとにズームエアユニットが搭載されたペガサス40が発売されました。そして2024年6月、高いエネルギーリターン率を提供するフルレングスリアクト X フォームミッドソール、前足部とかかとにエアズームユニットを搭載したペガサス41が発売されました。ペガサス41、すなわちこのシューズは40年にわたる絶え間ないナイキのイノベーションの歴史と言えるでしょう。オリジナルカラーはメンズはこのグレイシアブルーボルト、ウィーメンズはブライトクリムゾンボルトの2色ずつです。ウィーメンズカラーは最近トリプルブラックが発売されています。価格は 16,500 円と現在でも1作目同様に中間価格帯が実現されています。ナイキオンラインショップ、ランニングシューズショップ等にて発売されましたが、メンズサイズは完売、ほとんどがサイズ掛けなど非常に好調です。ペガサスはナイキの愛されるランニングシューズだなぁと感じました。新カラーが出た際は躊躇せず購入されるのがいいでしょう。お待たせしました。今からペガサス41のサイズ感、履き心地をお伝えします。前提として私の足は高高幅広です。ナイキエアフォースワンロー、エアジョーダン1ハイ、エアハラチ、エアハラチ 20Y24、 インターナショナリストは 26.5cm がちょうどいいサイズです。今回ペガサス41は 26.5cm を購入しました。サイズ感は横幅は狭くなく、縦も長くなく、皆さんのマイサイでジャストフィットすると思います。フィット感はがっちりホールドされているわけではないのにいいです。ライナーもモリモリではないのにもかかわらずパカつかないのでノンストレスでいいです。5段階評価をつけるとすると星 3.5 です。履き心地は最高、やべえ。リアクト X フォームに感動します。驚きます。踏み込みは着地した際にとにかくその衝撃をすんごい吸収してくれます。かかとが浮いてつま先に体重が乗った瞬間に吸収した衝撃を返すかのようなすんごい反発感があります。エアズームペガサス41の履き心地を5段階評価でつけるとすると星6です。これはぜひ皆さんにも履いて実感してほしいです。気になった点、特に悪い点は見当たりませんでした。良かった点はシュータンが柔らかいところです。ふわふわで足触りが気持ちいいです。結論、サイズ感はハーフアップハーフダウンしなくてよかったです。ナイキのイノベーションはすごい。ペガサスが40年愛されてきたわけが分かった気がします。エアズームペガサス41の購入を考えられている方、サイズ選びで迷った時は今履かれているローカットスニーカーと同じサイズでいいでしょう。
かがだったでしょうか。ペガサス41が気になっている方、購入を考えられている方、この動画が少しでも参考になれば幸いです。この動画が少しでも参考になった、悪くなかったよという方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問や感想あればコメントしてください。 X や Instagram もしているので、よかったら概要欄からそちらのチェックフォローもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。いいスニーカーライフを。本日はここまで。ありがとうございました。